第2位。第2位。これ最近またね発売してすごくいいんだけどね。これ猫ニョライマスコット。大きい。でかくないですかこの。これね。アフロ。アフロ。これ結構レアで。シークレットにしないんだけど、はい、40個ぐらいなんだけど、はい、あれに1個しか入ってない。めちゃくちゃ言いますね。そう、でもすごい大好評で、はい、5月に、再販、再生産の形でパート2も一応決まって、またまたパート2、パート2やります。売れてますね。じゃあパート2は皆さん売れてるってことですからね。これだけ覚えてください。パート2が売れてる。それ言うとやらしくない、大丈夫かな。その原型の様子とか、はい、まあそういったのも今後ちょっとやろうかな。いやー見たいですね、うん、第1位です。これはね、あのおつはたさんとの企画で、はい、これ真珠ベコたちっていう、うん、赤べこが全部真珠になっちゃったっていう、神の、ね、そうそう、獣って書いて真珠なんだけど、これはもうだいぶ再販してる。で次4月に今度また再販って形で。なるほどなるほど、うん、まあ、一応ねこれこだわりとして首にね、あのあれがバネが入ってるから、これはすごい。実はこれも、6月にパート2、はい、おーパート2、はい、いたします。すごい。でパート2としても今出せないんだけど、はい、すごいあのボリュームで、今回シークレットは入れたんですよ。おーなるほどなるほど。入れてそのシークレットとかも、いや200個のうち1個ぐらいのもうお金かけちゃって、今どうしようかなってすげえ思ってる。でこれもあのぬいぐるみが実はゆうがちゃんになるんですね。そう、それはもうあれですね、二次展開ってことですね。二次展開で今メーカーでありキャラクターのライセンスを扱ってるってことですね、うん、えげつない商売してますね本当に。そこはやっぱチャラさが出てますね。声でかいですよとか思ってますね。そういう感じかな。じゃあ、はい、じゃあこれが売れてる3つということでね、うん、まあでもこれで見て、あこの商品見たことあるみたいな方もあると思うんですよね、うんうん、だからなんか嬉しいね、それはね。それがねどんどん増えていけば、うんうんうん、そもそも今回の YouTube チャンネルでさっきもちらほら言ってますけど、うん、まあ、新商品の紹介であったりとか、あとそのガチャガチャ業界って全然知らないじゃないですか。いや分かんない人多いよ、ね、中のこととか教えたいですよ ね、うん、ね、どんどん。あとやっぱその製造過程とか、はいはいはい、まあ、工場どう作ってるの、うん、原型師さんはどうやって作ってるのかなとか、うん、企画って何してるのっていうのもね、うん、なんかね、お焼きできたらいいかなと思うんで。そうですね、確かに大量生産の前は日本で作ってますからね、うん、そうそうそう、そこが結構面白かったりするんで、うん、よりなんかクオリアのこともそうだし、まあ、おもちゃガチャガチャのことも、ね、うん、知ってもらえるといいかなっていうふうに思うので。安いと思うんですよね。そう、安いと思ってもらえるように、あとは面白いとか、ね、楽しいな、楽しそうだなっていうふうにね思ってもらえるといいかなっていうふうに思ってます。すごいすごい社長感最後出してきましたね。で社長だよ意外と。あとなんかこう逆にね、こういうの聞きたいみたいなのあると思うんですよ。我々がこうもう忘れてるとこあるじゃないですか。確かにそうだね、直接なあんま関わってない、ね、関わってないんで、うん、なんかそういうのもねこう YouTube を通してこうコメントとかいただければね、うんうんうん、すぐやりますよね。すぐやっちゃう、すぐやっちゃう。まあ、それで俺が言うとあれかもしれないけど、あのできるものとできないものあるから。すごいですね、大人になりましたよね。大人ですね本当に。もう最後になんかあるんじゃないですか。チャンネル解説ってなかなかこうやらないじゃないですか、そもそも記念だからね、はい、確かになんかこうね、こうまあちょっとそうだね、パーッとした、まあ、せっかくなんでね、はい、第3位だった、はい、つままれ猫、まあ、新しくつまんだ猫っていう、あれ今名前変えましたね。あれ今2種類名前出ました。大人の事情で、はい、パート2とぬいぐるみからつまんだ猫になります。あ、なるほど、はい、これ大人の事情。じゃあつまんだ猫で覚えればいいですね。つまんだ猫になります、はいはい、こちら10名様に。おお、ただ単にこれを渡すの面白くないんで。そうですね、買えますもんね。例えば自分の飼ってる猫ちゃんの写真を送ってもらって、はい、でオリジナルのつまんだ猫、おこちらを10名様にプレゼントしようかな。それはもうあれですね、もう世界に一つだけのやつを作るよってことですよね。そう、もう自分だけのオリジナルのやつを。すごい、これちょっと頑張ってやろうかなというふうに思います。10匹も作ってくれるんですか。頑張って10匹作ります。ツイッターのリツイートとフォローリツイートだけですね、うん、そうだね、はい、今パッと思ったんだけど、パッとカプセルに詰めて、はい、ミニパンフレットもそうオリジナルやったら考えてる。それめっちゃいいっすね。ミニパンフレットもそれのなんか例えば名前とか、あーじゃあシロちゃんみたいなですね。そうそう、あーすごい。でうちの方で作ったでミニパンフも一緒にね、同行でカプセルのまま1個お送りするよ。あーすごい、これ今パッと持ってやっちゃいます。すごいっすね。そこちょっとチャラ社長感出ましたね今。急にパーティー感出ましたね。それあった方が嬉しいもんね。いやめちゃめちゃ嬉しいですね、うん、だこういうあれですね、キャンペーン系もこう YouTube チャンネルで、そうキャンペーン系とか独自のものあるんで、はいはいはい、それを、まあ、ここで販売したりとか、あ、はいはい、あのファンのためだけに、うんうん、まあ、そういったのも作ってやっていきたいなっていう。すごい、うん、
今までにないじゃないですか、自分らしさチャンネルですよ、ね、これらしさチャンネルにします？だって俺ダサくてその会社辞めたクモリアチャンネルでいいでしょっていう風に、まあ、なんでキャンペーンの方ちょっとね、はい、解説キャンペーンかな、はい、詳しくは概要欄に、あとあれですよ、あの最後にね、一番やってほしいことはチャンネル登録ですよね。そうですね、チャンネル登録ですよ、あの面白くするんで、はい、チャンネルを登録して、ね、はい、あと知らない人に拡散するだけですよね。そうだね、はい、そこが一番大事、それが一番大事ですね。で今回猫ももらえるらしいよって、ね、そう、皆さんは押してもらうだけ3秒すごい素晴らしいですね。まあ本当一番あのものづくりに対して頑張りたいと思うんでね、はい、ぜひそこのね裏側をぜひぜひ見ていただいてっていう感じかな。はい、うん、それでは第1回放送ありがとうございました。バイバイバイバーイ。リアです。はい、いい感じだと思います。何時間回したんだろう。結構。